松田雅彦ですうん僕あの「西国三十三か所巡り」っていうあの観音霊場巡りをねオートバイでやってみようっていうのを、まあ、あの教えてもらってね、えー、ある先輩にでまあ、オートバイできっちり回ったんです。えー、もう先達としてですね、えーまあ、もう一回ぐらい回ってる。今 コンプリートはしてないですけれどもね、まあ一回は一周、えー、はコンプリートしました。えー、だからねあの他の方が行くのにあのこう一緒に行こうって感じでね、えー、ついていった結果同じ寺にねあの三回行ったとかね、えー、そういうような形になってしてなんかもうすごい馴染み深くなってしまった西国三十三箇所巡りなんですけれども。 えー、四国の遍路さんはさすがにちょっとあのやっぱね四国はあの島になってますのでね、まあ、本州も島ですけれどもなかなかその海を渡っていくあのうそこにや,やっぱりね海があるとなかなか行きづらいというのはこれもほんまにありました。 お小遣いが足らないからなないいかんですけれどもねえお小遣いがあったらえ船に乗って電車に乗ってえバン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 あの渡っていけたんですけどね渡るだけで大体体体力まあ体力というかその財布の体力がですねえ尽きてまあまあ不可,不可能であるというね限られたお小遣いではねえまあそういう意味から行きたいな とね、そう思ってたんですけどまあなかなか踏み出すことはできなかったんですよね、うん、四国自体はねえー、っと僕は16歳16歳ぐらいかな中学校3年生ぐらいの時にねあのバックパックバック,バックその頃はバックパックじゃなかったですねなんかねなんか変なあのリュックサック に、えー、寝袋だけ積んでね、えー、リュックサックに寝袋だけ積んで、えー、あの四国放浪の旅っちゅうのにね出たんですよ。えー、なんかね周、えー、遊切符みたいなの買ってねでどうやって行ったの箸かかってなかったですからね向こう連絡何かな,などっかからね そんんなことも忘れてしまったんですよどこから船乗って渡ってるはずですからね。であの電車で回れるとことね電車とバスで回れるところをね、えー、ちょっとこう四国を、まあ、回ったんですが全く当てのない旅でね、えーまあ、それこそあのね、えー、香川県と福島県高知県愛媛県ぐらいのねまあまあその名前知ってるぐらい。 だったと思いますよ旧、えー、国名ねそれこそ讃岐や土佐とかね、えーまあ、そんなようなことも、えー、全く知らなかったはずですよ中3でしたからね、えー、まあそれでもそ,それはねあの弟を連れてね行ったんですよ、まあ、一人じゃちょっと心細いってこ期でね 弟は完全なる小学生ですよね,ね。いくつぐらいあったんですかね。うんまあまあもう僕,僕の四国っていうのはもうあの放浪からスタートするというね、えー、四国88か所巡りねあのお遍路巡りの存在も知らんかったはずですよ僕は。えー まあそういうこう88か所めぐり巡りっていうのはね、えー、まあそれそれねそ,それからは、まあ、あの運転手の仕事になってからね、えー、こうちょろちょろ四国へは渡るようになったんですけどもね、えー、あの某某会社のね、えー、あの社長さんがですね僕は大社長と呼んでましたけど某 会社の社長さんにあのナルトのうずしをねあの見せるって言ってね、えー、そのナルトのうずしを見せるその担当の人がですね「運転手さんそのもう日暮れが近くてこれ間に合わないと、ね、何とかならないですか」って言われてね明らかにもうそのうずしを見れる時間が「これちょっと無理ですな」なったんですけどもね。 あのやれるだけ僕やりますよって言ってね「えー、あの社長はおやすみください」ってね「社長はあのお疲れの社長本当にあの車の中で寝てはりましたけどねまあその時にね淡路島を時速180キロで走ってね、えー、鳴門の渦潮に間に合ったというね、えー、間に合わせたというね、えー、見れる状態でねそんな記憶もありますね。 3000cc でしたからね、えー、まあそんなねあの思い出のまあ四国でしたけども何の話かっていうとねあの結局その八88か所巡りを始めたっていう話なんです、えーもうね、その話の前なんですけどね昨日ねもう猛烈にお酒飲みましてね 1>, えー、1時間飲み放題700円っていうね、まあ、いつものとこ行ったんですけど、まあ、そこでちょっと盛り上がってですねなんか立て続けに生中3ビワハイボール1ぐらい行ってしまってね1時間の間に、うん、もうなんかていつも行ってる天ぷら屋さんなんですけどもうグデグデになってね、うん、天ぷらもうまいんですよ。だなってね 1,500円でベロベロベロっていうね1,500ベロベロですね1,000ベロじゃないベロぐらいだたと思います1,500ベロベロですねベロベロになってますんでねそのままじゃあお疲れさんでしたと変えることをせずもう一軒行きますかって言とでね言ったら行きましょうよ売り言葉に買い言葉ですよねお前買えるのかと買える変でと 行くんやな行くで本当に売り言葉に買い言葉ですね。二軒目に行ってね、えー、そこはおでん屋でしたけどもねまあそこでね、えーまあ、今,今流行りのねあのこうちんちろりんさしてくれるんですよ。えー、なんちゅうねあのお酒屋かと思うんですけどもね。えー お姉ちゃんがね、あのこのお椀とね、えー、サイコロ持ってきて <laughs>、チンチロリーンと刺すわけですよね。えー、そのチンチロリーンで出た名でね、えー、こう注文するっていうやつなんですけどね。まあの長、長ば基本的には長藩なんです。長が出た場合は、えー、これはね、えーまあまあ、ハイボールを1杯頼まなければならないと、ねえー。で、なんとかが出たら、 そのハイボールがメガハイボールになって超巨大なやつが出てくると5の5のゾロ目、ね、が出たらねメガハイボール1杯無料っていうねそういう売り方されるとねやってしまいますよね2人で飲んでね4回チンチロリンしてね1杯ただに。 なりました、ねえーまあ要するに今僕今しゃべってるこの現状の僕がものすごい二日酔いでえ頭の痛さはまあさすがになくなったんですけどもう4時ですんでね今16時16時の時点でやっとこうやって体を起こしてしゃべれるお昼の時点ではまだ頭痛が残ってたんですよ。えー、家に帰り着いたのが とにかくね時計を見たのはね、えー、寝る前に時計をチラッと見て寝たんですけどその時に2時でしたんですね、えー、玄関でねかなりかなりの間寝ていたとでそこからおしっこに行ってで今に帰ってきてこたつのところで倒れてそこで要は2時まで寝てたんでしょうねでまあねなんかき着替えもしてなかった シャツシャツになって寝てましたね布団に入った時はまあねこういう生活をしとったらね本当にあに寿命も長くないと思いますよもう体に悪いのはねもう、うん、これ確実ですお医者さんに聞かなくてもねあのど先生とかね研究結果を待たなくてもね分かります、えー、これどうしてかっていうとね俺がむちゃくちゃしんどいからなんですよね え別にその診断も問診もねもう何にも言いませんもう,もう完璧なはいえ診断結果はい酔っ払いはいしんどいアルコールを分解してなくて何とかアルデヒドみたいな感じで体が苦しくなってるっていうねいつものやつですよもう毎回もう絶対にこういう飲み方は絶対にしないもうあのほろ酔いでああいいなエコンコロ持ちやなあ気持ちいいな もう今度飲みに行くときは絶対それでやめよう。絶対そうしよう。でも、この何のこの振動思い、振動思いせなあかんねんと。何やねんと。自分でも毎回思ってるんですよ。これをね、あの僕は決意してね、多分ね、2万2千回ぐらいは、そういうふうにあの思ってるんです。2万1万一千1回目をやってしまったって感じでしょうね。でも、これはね、 あのまあ、誰に言ってるって自分に言ってるんですけどねもう絶対ねあんな飲み方はしませんもうあの「ああいいなちょっと酔っ払ってきたな気持ちいいな」っていういうところで僕はもう帰ります、うん、あもうあの明日の明日がしんどくなって明日一日潰すことになるからもう僕あの帰りますわって「うん、あの行き,行きたい人はもうあの僕あの気にせんでも見ない行ってください」ほんなら「お疲れさんでございました」って。 帰ろうとね今は本当に固く強く思っています、えー、八島寺のね、あのー、八島寺、えー、四国霊城84番八島寺の話をしようと思ったんですけども、えー、結局もうあのそこまで行き着かないということでね、えー、次回から、えー、始めようと思います。 思い出っていうのはねもうすぐに忘れてしまいますところがあの Google のあの Android っていうかそのスマートフォンにカメラがついててカメラでバチ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 写真を撮ってでなんかこう位置情報とかいうのも全部記録されているとでまあそれだけなんですけどもそれでもね、えー、なんかこう忘れてし,しまいがちなねこと出来事っていうのはやっぱりありますのでね 忘れないうちに今も覚えてますので忘れないうちにこうやって僕あの、えー、まあスマートフォンに話しかけて記録をしておこうと、まあえー、いつものこういうやつなんですだからあの僕がねあの忘れないように、えー、っていうふうにこうやってるあとねこれから四国88か所俺も行ってみようかな私も行ってみようかなという人にはまあもしかしたら一回聞いていった方が 役立つかな、ね、松田君ありがとう。君の聞いてた通りだったよ。でスムーズにいけたよみたいなね、まあ、そういうようなあの情報もねあの入れていきたいとあの思っています、ね。ちょっと疲れましたのでね何とかとろこく何とかコーヒーを温めてちょっとコーヒー飲むことにします。